トヨタディーゼル店とは1957年から1988年まで存在していたトヨタ自動車のディーラーである。トヨタディーゼル店はトヨタ自動車工業とトヨタ自動車販売が1957年3月の DA80 系大型トラックの発表を機に大型商用車市場に本格的に進出するために新設された大型トラックと 大型バスを専門に扱う販売チャンネルである。当時すでにトヨタ自動車の販売チャンネルには、トヨタ店とトヨペット店が存在しており、トヨタディーゼル店は3番目に設立された販売チャンネルとなる。トヨタ発の大型車用ディーゼルエンジンである D 型エンジン搭載車の販売と整備を柱としていたが、従前からの初代 B 型や F 型といった。 ガソリンエンジンを搭載したトラック、バスとランドクルーザーとコースターも取り扱うこととなった。また、乗用車に比べ大型の設備やジグ、工具を要するダイナもトヨタ店との併売として取り扱いされ、1969年発表のマッシーダイナもトヨタ店及びトヨタディーゼル店の扱いとなった。トヨタ店やトヨペット店と異なり、トヨタディーゼル店は、 全国展開されず、大都市のみに設置された。具体的には、1957年2月から1958年4月に、かけて、東京、大阪、愛知、福岡、宮城、静岡、北海道、兵庫、神奈川の旧都道府県に、ディーゼル店販売会社が設立された。あとの1965年9月には、埼玉と千葉にもディーゼル店販売会社が、 設立されている。この埼玉と千葉の2社は、もともとはプリンス自動車工業の販売会社であったが、1966年8月の日産自動車との合併を控え、トヨタディーゼル店にくら替えしたものである。なお、ディーゼル店が設置されない地域では、その地域のトヨタ店が大型商用車とディーゼル車の販売を引き続き担当していた。また、 フォークリフトなどの産業車両を扱っていた販売会社もあり、これらの販売会社は後に産業車両の販売部門を分社化しているトヨタディーゼル店設置当初の取扱い車種はディーゼルエンジン搭載の大型トラックや大型バスおよびランドクルーザーであった。その後、大型車市場におけるトヨタのシェアは専業4社の前に年々小さくなっていき、各、 トヨタディーゼル店が経営不振に陥ったことから、やがてパブリカやカローラといったトヨタカローラ店以前は、トヨタパブリカ店取扱いの乗用車も扱われるようになり、ついにはこれら乗用車が販売の主力になる。しかし、ディーゼル店での乗用車販売は、経営不振に陥った各ディーゼル店を救済するためにやむを得ず、トヨタ自動車販売が取った措置であり、当時のトヨタの方針は、 あくまでもディーゼル10は大型商用車の販売に専念することであった。トヨタ DR15 系リアエンジンバス参考バス。車体は当時のイスズ車に標準化装されていた革重車体制で H ゴム指示の立ち席窓に変え上下2段のアルミサッシ窓の採用が新しかった。トヨタの方針とは裏腹に販売の主力が完全にカローラ10扱いの乗用車になったことから 1970年代に、ハイルとトヨタとの販売契約を結び直した上で、販売系列を変更し、社名も販売者と同じトヨタカローラ店系列に変更するディーゼル店が続出した。初代カローラが発売された1966年には11社のディーゼル店販売会社が存在していたが、3代目カローラが発売された1974年にはわずか2社となっていた。 最後に残った2社のうち、東京トヨタディーゼルは1980年1月に解散し、名古屋トヨタディーゼルただ1社だけが存続していたが、こちらも1989年1月に系列変更を行い、トヨタカローラメイトと社名を変更し、この時点でトヨタディーゼル店の販売会社が消滅した。トヨタカローラメイトは、その後、1996年4月に、 トヨタカローラー豊かに吸収合併されて現在に至っている。ディーゼル店のカローラ店への移行により、それまでディーゼル店専売とされていたディーゼルエンジン搭載の普通、小型トラックバスおよびランドクルーザー、コースターは、その地域のトヨタ店が販売を受け持つこととなった。それまでディーゼル店とトヨタ店で併売されていたダイナは、これ以降トヨタ店での専売車種となる。 最終的に日本の大型車市場へのトヨタブランドとしての供給が廃止され、トヨタグループの大型車メーカーである日野自動車に任せて日野ブランドでの供給となっている。トヨタブランドでの日本国内向け大型車販売は DB100 系ボンネットバス、d r 1 0 15系リアエンジンバスが1974年頃まで、 DA110 系ボンネット、DC 系キャブオーバートラックが1978年頃までで、海外向けも2006年頃までには終了したが、2017年より燃料電池バス、トヨタ FC バスのリース販売が開始され、43年ぶりにトヨタブランドの大型バスが復活した。商用車商用車商用車以下は、東京トヨタディーゼル、 名古屋トヨタディーゼルで取り扱われた車種を示す、乗用車以下は、東京トヨタディーゼル、名古屋トヨタディーゼルで取り扱われた車種を示す以下は、名古屋トヨタディーゼルで取り扱われた車種を示す。ランドクルーザーの B は、直列4気筒ディーゼルエンジンの2台目 B 型、大阪トヨタディーゼルのみ、カローラ店に転換せず、同地域の既存のカローラ店との合併を選択した。また、 カローラ店として存続した反社も一部は後に同地域のカローラ店と合併している。ディーゼル店消滅後は各地域のトヨタ店専売となる。トヨタ店から移管された。ディーゼル店消滅後は各地域のトヨタ店専売に戻された。1970年5月まで以降はオート店専売となった。1970年5月まで以降はオート店専売となった。 トヨタ店との併九1975年末にミニエースが販売終了となったカローラ店、ディーゼル店での小型トラックラインナップ保管のため、トヨタ店で取り扱っていたハイラックスをカローラ店、ディーゼル店でも取り扱っていた。1978年頃まではオート店でも併売していた。1969年4月まで以降はオート店専売となった。 初代モデルのカローラスプリンターは、オート店専売のため、ディーゼル店での取り扱いはなかった。ミニエースの常用登録ワゴンタイプ1979年10月までは、オート店でも併売していた。1980年4月から1982年5月の期間は、ビスタ店でも併売していた。なお、この時期のディーゼル店取り扱いは、名古屋トヨタディーゼルのみである。 1980年4月以降は、ビスタ店でも併売していた。セリカカムリの後継車種。1982年3月のモデルチェンジを機に、ビスタ店での取り扱いは終了し、ビスタ店向けは、姉妹車のビスタが投入された。カローラ2の新発売により、ターセルは、カローラ店、ディーゼル店での取り扱いが終了し、ビスタ店の専売となった。 セリカ XX の後継車種。名古屋トヨタディーゼル消滅後は、愛知トヨタでの先輩となった。名古屋トヨタディーゼルは設立当初、名古屋トヨタディーゼル自動車株式会社という社名であったが、設立後1週間で名古屋トヨタディーゼル株式会社に社名変更された。横浜トヨタディーゼルは当初、 神奈川トヨタディーゼル株式会社という社名であったが、神奈川地区のトヨタ店である、神奈川トヨタ自動車株式会社と紛らわしいため、間もなく、横浜トヨタディーゼル株式会社に社名変更された。ありがとうございます。